野呂田法政は、日本の政治家。農林水産大臣、防衛庁長官、衆議院予算委員長、衆議院国家基本政策委員長、衆議院議員、参議院議員を歴任。勲章は、勲一等局実大受章。秋田県の白市出身。中央大学法学部卒業。国家公務員上級試験に合格し、1953年4月。 中大卒業後に建設省に入省山形県や茨城県への出向を経験。建設大臣官房文書課長を最後に1977年に建設省を退官した。建設省退官後、同年の第11回参議院議員通常選挙に秋田県選挙区から自由民主党公認で立候補し、初当選した。1983年。 第37回衆議院議員総選挙に旧秋田一区から自民党公認で立候補し、衆議院議員に初当選。1995年、村山改造内閣で農林水産大臣に就任し、初入閣した。1998年、小渕内閣で防衛庁長官に就任し、2度目の入閣。 防衛上長官を務めていた1999年3月23日、石川県で、能登半島沖不審船事件が発生。運輸大臣の川崎次郎が、海上保安庁に対し、不審船への威嚇射撃を許可し、実際に威嚇射撃が行われ不審船は一度、逃亡する気配を見せたが、日本国内の海域に止まったため、川崎運輸大臣はのろたに、 海上保安庁の能力を超えていると連絡。そのため野呂田は、海上自衛隊に対し、海上警備行動を発令した。なお、首相官邸対策室では、川崎が野呂田に連絡を入れるより前に、海上警備行動の発令を検討していたが、内閣官房長官の野中博文により阻止されていた。2001年、衆議院に予算委員長に就任。2002年には、 君一等局実大受賞を受賞した。2005年、首相の小泉純一郎が執念を燃やす、優勢民営化法案が、衆院に提出されたが、自民党内からは田抜田美助、亀井静香、堀内光夫、野田聖子、平沼武雄ら有力議員が次々に増反し、野良田も反対票を投じた。衆院では、僅差で可決されたものの、参議院でも、中曽根博文、 河野池義忠の反対により法案は否決された。そのため小泉は衆院を解散し、反対票を投じた議員を公認せず、自民党公認の資格を擁立する策に出た。野呂田の選挙区である秋田2区にも自民党公認の小野高木が擁立されたが、野呂田は小野を約3万秒差で下し、議席を支出した。総選挙後の主犯指名選挙では、 小泉ではなく国民新党を決闘した渡貫美助に投票した。また再提出された優政民営化法案の採決には欠席。この行動が自民党党機委員会で問題視され、同年10月に自民党を除名された。この処分について党機委員長の森山真由美は特に法案に反対し、主犯指名でも渡貫さんの名を書くなど、 国民新党時を一にしている。党籍があるのに自民党の方針に反するのが目立ったためと説明した。2006年、2007年の主犯指名選挙はいずれも欠席した。また2008年1月の補給支援特別措置法案の衆議院の再議決では出席はしたものの投票を棄権した。棄権した理由について賛成だが開入りした。 国民新党に配慮して棄権したと説明している。2008年1月、次の総選挙に立候補せず、政界から引退する意向を表明。秋田2区の後継に、前年の参院選に、秋田県選挙区から立候補して落選した、金田勝利氏を指名した。しかし、野呂田の系列に当たる川口博氏が、秋田2区から民主、社民、国民新参党の支援を受けて、 無所属で立候補する意向を表明し、野呂田はこれに不快感を示した。2009年8月の第45回衆議院議員総選挙では、川口が秋田2区で当選し、金田は重複立候補していた比例東北ブロックで復活した。政界引退後の2010年6月、大相撲野球賭博問題の発生を受け、 日本相撲協会が設置した外部の有識者による特別調査委員会に招聘され、委員を務めた。2019年5月23日15時23分、膀胱癌のため東京都内の病院で死去。89歳没。死没日をもって肖像くらいに除される。ありがとうございます。